ハーランド今のペースならプレミア最多得点超えれる説。ノルウェーの若き怪物ハーランド、今シーズンドルトムントからプレミアリーグのマンチェスターシティに活躍の場を移したハーランドは、開幕から8試合でまさかの14ゴールという驚異的なスピードで得点を量産し、強度の高いプレミアのサッカーに1年目にして早くも順応している。そこで今回はそんなハーランドならプレミアリーグの1シーズン最多得点記録を超えれるのではないかということで検証してみることに。プレミアの最多得点は2017-18 シーズンにサラーが記録した32点になっている。ということで開幕から8試合で14ゴールを取らせ、現実と同じゴール数になったところから検証スタート。第9節はエバートンと対戦。22歳の怪物は得点ペースを落とすことなくゴールを積み重ねることができるのか。キックオフ。試合は立ち上がり2分、チャンスメーカーデブライネから鋭いパスがベルナルド・シューバに通り、早速シティがチャンスを作る。すると2分後、サイドからパスをつなぎボックス内に侵入したシティはデブライネがゴールを決め、早くも先制に成功。やはり個人の能力が高いシティ、この試合も序盤からペースを作る。すると10分、ベルナルド・シューバが右サイドを突破し、そこからパスで崩すと、最後はハーランドとギュンドアンのパス交換からハーランドのゴール。早速来ましたハーランド、相手を突き放すゴールを決め、開始10分で早くも2点差に。ゴール前でも落ち着きのあるこの動き、22歳とは思えないプレーで15ゴール目を記録した。さらに17分、ハーランド、カンセロとつなぎ、最後はフォーデンがゴールを決め、前半の前半ですでに3ゴール差をつけるシティ、そもそもチームが強すぎる。エンド変わって62分にもハーランドが長いストライドを生かした突破から絶妙なパスを通し、フォーデンのゴールを演出。シティは若き同世代のコンビが活躍し、終了間際に1点を失ったものの4対1と快勝。ハーランドは1ゴール1アシストを記録した。第10節ブレントフォード戦では、立ち上がり3分、高い位置でボールを奪ったシティは早速ハーランドがゴール。この試合でもいとも簡単に得点を奪ってしまう。さらに9分、ボックス内でのハーランドのポストプレーからギュンドアンがゴールを決め、この試合でも相手を圧倒するシティ。まだまだ止まらないシティは13分、ハーランドの絶妙な抜け出しをフォーデンが見逃さず鋭いパスを通す。ハーランドが当たり前のように決め、この日2点目を記録。しかしまだまだ終わらないこの男、17分にもギュンドアンとの抜け出しからゴールを決め、ハットトリックを記録すると、さらに38分にもギュンドアンからのパスをゴールに流し込み、前半だけで4ゴールを記録。もはや誰にも止められないこの怪物、マジでこのペースなら記録を超えられそう。チームはその後2点を追加し7ゴールと大爆発で圧勝。ハーランドは今シーズン4回目のハットトリックを達成し、驚異の10試合19ゴールを記録した。それ以降も毎試合毎試合得点を重ねるハーランド、ビッグシックスからもゴールを奪い、マジで絶好調の様子なので、絶好調のあのチームとの試合を観戦することに。そう、今シーズンノリに乗っているアーセナルだ。今シーズン絶好調のアーセナルからもゴールを奪い、得点王へと駆け上がれるか。キックオフ。前半8分、ハーランドが相手のパスをカットするとカメラも寄りたくなるほどの強烈なシュートを突き刺し、早速チームに先制点をもたらす。 FIFA23 から新しくできたかっこいいハイライトで見ると、なんとそのシュート時速は137キロ、歴代の7位にランクインするほどのシュートスピードを見せた。さらに14分にはポストプレーで周りを生かし攻撃を牽引する。すると18分、チームはロドリがハーランドに負けず劣らずの強烈なシュートを叩き込み、アーセナルを突き放す。しかし23分、古巣相手に燃えているジェズスがさすがのプレーでゴールを奪い、
スコアを2対1とし前半を折り返す。するとエンド変わって64分、ハーランドがデブライネとのワンツーからゴールを決め、再び試合を2点差とすると、その後は乗ってきたシティがシューバの2ゴールでさらにアーセナルを突き放し試合終了。止まらない進撃のハーランドがこの試合でも2ゴールと大活躍をし、アーセナルに5対1と快勝。ということでハーランドも絶好調の様子なので、シーズン終了までスキップすることに。果たしてプレミアの記録を塗り替えることができたのか。まずはチーム成績から。シティはハーランドの加入もあってか驚異の110ゴールを記録し、ダントツで優勝。これはハーランドのゴール数にも期待がかかる。ということでハーランドのゴール数は余裕で超えた。38試合で40ゴールを記録し、サラーの32点を大きく上回る結果に。このシーズンは上位6人が20ゴールを記録するすごいシーズンとなったが、それ以上にハーランドがすごすぎた。アシストランキングでは相棒のデブライネが16アシストでアシスト王を獲得。自身もちゃっかり2位にランクインし、ポストプレーも冴え渡るシーズンとなった。ということで検証結果、現実はこれ以上いきそうでした。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。